目の前にあるのは何でしょうね。でしょうね。もうついに喋らなくなりましたね、伊藤さん。いつも喋ってるんですよ。いや今日来てくださってるので静かに寝たんじゃないかってぐらいということで、今日も伊藤さんは机に伏せておられますが、はい、今からですね、はい、もう早速、はい、名乗っていただく前にお声で登場していただいた、はい、ゲストの鈴木みのりさんの目の前に、はい、目の前1センチぐらいの距離に何かが置かれますので、はい、その何かを見た目で分かる範囲で細かく伊藤さんに解説してあげてください。わかりました。お願いします。伊藤さんが解説を聞いて推理で何かっていうのを当てていただきたいんですけど、はい、山はありますか。これしかねえよっていうものがあります。え、お深海探査艇深海6500でしょう。の模型でしょう。あー、模型ですね。あ、びっくりしました。そんなでかいものをここに持ってくると思いましたよ。そこ困惑でしたよね、私たち今。え、っていう顔を見合わせて。はい、で、わかりました。じゃあ、でしょう、深海探査艇だと、の模型だと、はい、予想されるということで、はい、じゃあ今から鈴木さんと、あ、伊藤さんも伏せておられないですけど、え、鈴木さんに目をつぶっていただいて、はい、そしたら私が、はい、まあ、何かをお題をですね、鈴木さんの目の前に、うん、はい、こうバーって出しますので、わかりました。どうぞって言ったら目を開けていただいて、はい、解説してください。お願いいたします。お願いします。鈴木さん、いきなりですが、はい、自信のほどは。そんなにないのでもう形とかだけで頑張って伝えたいと思います。頼りにしてます。 OK です、はい、さあどうなるでしょうか、はい、では鈴木さん目を閉じてください。閉じます。それでは行きましょう。目の前に、はい、噛んだ目の前にあるのは何でしょうね。ということで私は今から、はい、準備いたします。お、準備をしている。そうそうする、ちょっと準備にお時間いただくかもしれない。おこれがヒントなのでは。なんだなんだ、準備に時間がかかる。よし、はい、あ、ちょ、皆さん、あの、はい、毎度のごとく上から声がすると思うんですけど、なってます。若いつもと違う感じだ。天の声になった。ああ、うい、準備できました。では鈴木さん、はい、開けてください。あー、なんだこれ、お、細長いぞ。細長い。あ、これはちょっと分かっちゃったかもしれない。え、早くないですか。あの、いろんな色がありますね。カッ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 カって感じの、カッカッカッカって、もう学校といえばって感じじゃないんですか。これは違うのかな。なんかおめでたい感じですね、色は。あ、でもいろいろあります、本当は。なるほど。私の目の前にあるのは、はい、もうかまぼこのようなあの感じです。色が、はい、色合いがってことですね、はい、一個一個は単色というか、うん、あ、そうです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 。カッカッカッカって、やばい、効果音ってこんなわかりやすいんですね。やった、これ勝ってないアシストかもしれないです。お、今まで何だったんだ。いやいやいや、あ、もうこれ、はい、じゃあそろそろ行きましょうか。もう勝っちゃったぞ、はい、じゃあ鈴木さん目を閉じてください。はい。お疲れ様。体勢がきつい。めちゃめちゃ体勢がきつかった。はい、ではこの目を閉じている間に伊藤さんに、はい、深海探査艇深海ではなく、ではなく、もうカッカッカッカ学校といえば、うん、はい、チョークですよ。お、もうこれは他にないよ。ではどうぞって言ったらお二方一斉に目を開けてください。はい、はい、それではどうぞ。は、正解。ということで、しかもめでたい色でございました。そうだ、実はこのチョークの色にも意味がありまして、校外学習で三重さんがこんな目にあったらどうするんだみたいな、はいはい、小村くんが考えている時にですね、チョーク白で三重さんの姿が描かれていて、で上にこうなったらどうするみたいなシチュエーションが文字で赤のチョークで描かれているっていうシーンからチョークでございました。いやー、すごい細かい。いやー、もうだんだん細かくなってきましたね。いやいや、事前に私はあの聞かせていただいていたんですけど、お題をここでっていう、はいはいはい、わかるかってなりました。わからんってなりました。いやー、そうっすよね。チョークこんな色あるんですね。なんかこれ以外にもね。あ、そっか、こっちにもあんだ。ほんとだ、こっちにも、まあ、黄色とか紫とか青とか緑とか茶色なんかもありまして、ね、クレヨンみたいな。ほんとですね、運用してますね。チョークでね、絵描いたりしますもんね。あ、してました。確かに、あ、確かに、はい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 、はい、うん、ということで4勝
わざわざ抽選4勝になりました。あとちょっとじゃないですか。あとちょっとです。いけるいける。よし、では始めていきましょう。せーの、スキメガラジオ。毎週更新でお届けしていますテレビアニメが絶賛放送中の好きな子がメガネを忘れたのラジオ、スキメガラジオ第9回。小村楓役の伊藤正弘です。宮井役の若山紫音です。遠山真帆役鈴木みのりです。なんでって言って2人で拝んでますよ。鈴木さんに向かってこれで私も拝みたい。不思議な空間になってるんですよ。カーじゃないんだよっていう。本当なんか言えよ。好きな子がメガネを忘れたは月刊ガンガンジョーカーで連載中の藤近小梅先生の漫画です。はい、ハッシュタグはメガラジ、ひらがなでメガ、カタカナでラジでございます。いや、ということで改めまして好きメガラジオのゲストに鈴木みのりさんが来てくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。やったー。お二人もあれですか、はい、Spotify のアニゾーンぶりだったりしますか。はい、そうですね、もうお二人とは私はそれぶりで、はい、あ、また出れたらいいなと思ってたので。本当ですか。こっちのラジオにもよかった。ちょっとだいぶテンションが違いますので。びっくりして、さっきおっしゃってたんですよね、放送前に。そうなんですよ、さっきあの、こっちのラジオ の、 あのもう配信されている URL とか送っていただいて、はい、ちょろっと聞いたんですよ。そしたらあれ、 Spotify で聞いている私が知っている和歌山さんの声じゃないみたいな。あれ、なんかゲストさんが喋ってるかと思って最初。でも、あ、内田さんではない。今週この声のゲストさん、あ、ゲストいないってなって、でもそれをスタッフさんに言ったら、あのこっちがあの本当の和歌山さんですって言って、どういうことってなりました。ちょっとその詳しい話は後ほど。はい、ちょっとお話しさせていただきましょう。ありがとうございます。じゃあ始めちゃっていいですか。それではスキメガラジオ楽して略して楽しちゃった。楽しないで。楽して楽してはいるんだけれども、もう楽して行こう。楽してるから、なんか温泉とかつかろう。はい、すいません、ちょっと高校生が違う。脱線しちゃった。それでは改めまして、スキメガラジオ略してメガラジ、はい、メガネは忘れてもラジオは忘れずに最後まで聞いてください。いきます。あ、好きな子がメガネを忘れたけど感想は忘れなかったのお時間でございます。えらい、えらい、えらい。いや、まずはね、鈴木さんにお越しいただいたということで、はい、一緒にお話しさせていただいた Spotify でのお話とか、いろいろ収録現場のお話とかしていきましょうか。メガネームハイヨルソメヤさんからいただきました。Spotify アニゾンの放送聞きました。和歌山さんが声を当てた三重さんの演技を鈴木さんが高く評価されていたのを聞いて、ガチテレしている和歌山さんただのファンでしたね。鈴木さんが伊藤さん演じる小村くんの演技の爽やかさについて語り、小村くんを草食系男子と評されていたのは自分もとても納得しました。三重さんはメガネを忘れるんだったら小村くんは忘れちゃダメという鈴木さんのコメントは面白くてクスクスと笑ってしまいました。確かに。もし朝起きて遠山さんになっていたら、というお題に対して鈴木さんは三重さんに小村くんをキュンとさせる入れ知恵をしたいとおっしゃっていましたけれども、藤近先生が以前旧ツイッターに上げていたスキメガの漫画では、遠山さんが三重さんに恋愛ものの少女漫画を貸して三重さんに影響を与えている描写があったりします。ということで、遠山さんとリンクしているところが、真帆ちゃんとめっちゃリンクしているところがありますね。なんか入れ知恵したい、その、ね、キュンとさせる入れ知恵をしたい。でも少女漫画っていうのが可愛らしいですよね。そうですね、またちょっと私と違いそうな、なんかもうちょっとなんかどういう入れ知恵するんですか。汚かないけど、汚くはさせたくないけど、なんかもうちょっとなんか意地悪い感じになっちゃう。あざとい感じの。あ、確かにあざといもいいですね。ピュアじゃない感じ。ピュアじゃない感じのいいかもしれないです、ね。気になる。あのガチテレしている和歌山さん、ただのファンでしたねってことで、まあ、あの本当にただのファンなんですよ。いや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 、あのそこまでとは思わず、はい、あの Spotify を聞いてくださった方はご存知かと思うんですが、もともとただのファンなんですね。なので、もうお越しいただいた時すごいなんか、
人が違ったように話してたと思うんですけど、ね、今この場で、うんうん、まあ、バレてしまいました、この正体がね。そう、なんかもうスポティファイって聞いた瞬間になんか偽りの和歌山さんみたいなあのワードが脳に浮かぶようになっちゃいました、ね、そう、恥ずかしい限りでございますが。いやいや嬉しいです。いや、ごめん、うん、でもこのノリでちょっとこの場は通していきます。ぜひぜひお付き合いいただけましたら幸いです。お願いします。よろしくお願いいたします、うん、いや、スポティファイでもねたくさんお話しさせていただいて、うん、たりしてね、あれだけ好きメガのお話を、はい、あの鈴木さんと一緒に公の場でさせていただくっていうのが初めてだったので、はい、収録現場でもちょこちょこお話はさせていただいていたと思うんですけど、うん、なんかがっつり好きメガの話ってちょっと珍しかったですよね。そうですね。あとはなんかこう自分の学生時代とか、はい、姉さんたちと同じ世代の時のお話とかが結構できて、そうですね、なんかそんななかなかないじゃないですか。だからアフレコ現場行ってもそこまでたどり着かない。そうですよね。楽しかったですね。うん、本当にアフレコ現場でなんか話したことで覚えてることとかありますか？内田さんが終始笑顔で癒されたことしか覚えていないかもしれない、はい、内田さんが本当にこう場をね やんわりとさせてくださって。でもなんかスニーカーの話の時、鈴木さんと内田さんと4人でした。伊藤さんと私だったようなでしたね。なんか靴の話しました。そうですよね。おしゃれな話しました。それぐらいしか。いや本当になんかあの待ってる間って作品の話をがっつりしてるわけじゃないんですよ。そうですよね。はい、確かにな。でもありますけどね。メガネーム鳥さんからいただきました。8月のアニゾーンやみのりんごさんの X かっこツイッターをきっかけに、うん、初めてメッセージをお送りさせていただきました。アニゾーンを聞いてからスキメガラジオを拝聴したのですが、うんうん、伊藤さん和歌山さんのテンションが違いすぎてすごすぎてそんなにいい意味でびっくりしました。好きです、限界オタク2人の動物園。こらアニゾーン本編ではみのりんごさんのドファンですと終始ドキマキしている和歌山さんが印象的でしたがその後タメ口で話せるようになったりお二人の距離は縮まりましたか。確かに。ということなんですけど、あのどうなんですか。いやもうそんなタメ口で話せるわけないじゃないですか。そんな、え、どういうこと。え、だってあれ年齢だって違う、そう、同い年でしたっけ。え、そう、そうです、ね、お、そうなんですか。そう、だからそうなんです。同い年なんですけど芸歴だってむしろ上じゃないですか。いや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 、本当にやめてください。なんで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 本当に、 もうほっぺむにむにしてる。かわいい。本当に本当にドファンなのでドギマギ、今日もドギマギしてます。いや、ちょっと一旦じゃあタメ口で。いいじゃないですか。じゃないですよ。一言みたいに言って。すごい、なんかここ敬語なのにすごい距離感はバチクソ近いですね。なんか確かに。いいコンビ。どこいつまでします。まずとりあえずやってみますか。確かに確かに。このコーナーだけでもいい。じゃあこのコーナーだけでいいよ。いいわー。そわそわしちゃう。そわそわ、めっちゃそわそわしちゃう。マスルーマスルー。いや今回ね、うん、あの縮めていければいいですねと、うん、あの構成作家さんからもコメントをいただきまして、うん、頑張ります。お、縮めるにはまず私の度胸が必要なんですわ。頑張ります。ねじ曲がってきた、ね、なんかスポティファイの時もあんまり目合わなかったんですけど今日もまだ あんま合ってない。あってくさん、好きな人の顔って見れる。好きな人の顔って斜め上見てる。ずっと好きな人の顔って見れないじゃん。見れないじゃん。本当に。こんなこと初めてです。あ、本当ですか。なかなかないです。本当ですか。いや本当すごいこの顔見せてあげたい。みんなに心配してよ。いや、すぐ敬語になっちゃうんですけど。お腹がそわそわしてきたんですけど。ずっとお腹が慣れてる。でも頑張ります。ふわふわしてる。すごいちょっと1センチぐらい椅子から浮いてる感じ。確かに。そうそう、なんかちょっと浮いてるのよ。あ、そうだ、あとこの前、アットロッピーさんと HMV&BOOKS オンラインさんで販売されるグッズ紹介、そうですね、グッズを紹介する生配信がありまして、いいですね、はい、はい、その配信についてもちょっとお便りいただいているので、うんうん、メガネーム、はい、獣たらしの方眼使いさんからいただきました。放送記念、再びありがとうございます。放送記念限定グッズ関連商品紹介配信リアタイしました。ありがとうございます。
漢字ばっかり。同じ限界オタクだからこそこの二人に勧められたら買うしかないじゃんってことでこのメール書く前に購入しました。 ありがとうございますありがとうございます。ありがとうございます。どうし、紹介だけだと思っていたらまさかの生アフレコまで。本当ね、配信でもコメントしましたが無料でいいんですか、スパチャスパチャをとのことで、オタクだ、オタクありがとうございます。ありがてえよ。伊藤さんはアクシデントもあった中2回も生アフレコをしてくださり、しおちゃんは今のみえさんでという素敵なアレンジをした上で、うん、みえだよっていうあのアドリブを本編で入れさせていただいたことがあったんですけど、うんうんうん、それのちょっと再現をするっていうところまで、見えだよのサービスまでということで、お二人のサインを書く姿まで見れて本当に豪華でレアな配信でした。ありがとうございま す。あのちょっとサインを書かせていただいたポスターをお送りするっていうのと、1名様にその場で撮ったチェキにサインを入れたものをお送りするっていうものがありまして、あのチェキの方のサインはその場であの配信の中で書かせていただいたっていうエピソードがここに入っております。はいはい、なるほど。やっぱ見えた方がね、そうですね、いいですからね。あんまり人前ででもサイン書かない、あんま書く機会ない。あでも意外とオンラインになってからは、はい、逆になんかオンラインサイン会みたいな感じであったりとかは増えてるので、自分は書く機会ありますし、私もアイドルオタクなんでそういうの見たりする機会は増えましたけど、うん、やっぱ嬉しいですよ、そう書いてもらえると。あ、敬語になってるぞっていう姿勢を書きました。内容なんていいんだよ。敬語を使っちゃったね。敬語センサーになった。怖い。敬語センサーが。今日厳しく行きますからね。怖い怖い怖い。センサー。知ってる伊藤さんと違う。怖い怖い怖い。センサーと。厳しめ判定でいきます。怖い怖い。怖い怖い怖い。伊藤センサーさん。伊藤センサーさん。そういうことでね。センサー伊藤もいい。センサー伊藤もいいな。伊藤センサー。ピッとねっつって。厳しめでいきます。はい、頑張ります。ということで、グッズ紹介配信、うん、生配信のね、うん、話もさせていただいたんですけど、はい、何より、うん、何よりそう、何よりちょっとあのビッグイベントがさこの放送までにありまして、聞きたい。それが兄様に出させていただいたっていうエピソードなので、ちょっと立て続けにガッとたくさんお便りを読ませていただきます。ありがたいです。メガネーム萌えちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。兄様お疲れ様でした。歌唱前のやり取りもパフォーマンスも全部が素晴らしくてとっても楽しかったです、うん、会場全体がスキメガのほっこりとした空気感に包まれていて幸せな気持ちになりました。しゅんちゃんの髪色もみえさんカラーで超可愛かったです、うん、最高の夏の思い出になりました。ありがとうございます、うん、ではネクスト、メガネームニーナさんからいただきました。ニーナかな、ニーナかな、あば、うん、どっちだと思います。ニナ、ニナですかね。ニナ、ニナさん、ニナ。兄様会場でメガネを探すミエさん、それを手助けする小村くん、メガネを司る謎の存在として登場する大石さん、うん、その場にスキメガの世界が現れたかのような楽しいお芝居でとても面白かったです。メガネゴーラウンドめちゃくちゃ盛り上がって、サビの部分は一緒に踊りながら全力で楽しませてもらいました。ありがとうございます。メガネームジョンがメガネをかけてたさん、先日の兄様出演お疲れ様でした。6月の先行上映会以降、正義かっこ略忘れたのライブが略すなー。正義がメガネを忘れたじゃん。大石さんなのよ。そうなの、まさよしは、まさよし略忘れたのもまさよしさんしか残ってないのよ。まさよし略忘れたのライブがもう一度見たかったので、人生初の兄様に短期で参戦しました。単独の単に騎馬戦2期で、はいはいはい、騎馬戦2期で短期ですね。メガネゴーラウンドだけでなく CD 同封の特別ショート漫画にアレンジを加えたミニドラマ、過去中の人実演なのでも面白くて最高でした。当日私は大ステージとは真逆の4階座席だったので、センターステージでのヒーローで見やすくて良かったです、ということでありがとうございます。メガネームしちゃもさんからいただきました。アニメロサマーライブ2023に参加してきました。正義がメガネを忘れたのステージとっても面白かったです。ただ歌うだけでなく、あのような形でキャラクターを演じてくれるのが良かったです。その後の大石さんのツイッター改め X のスペースにて裏話を語っていましたが、半分くらいアドリブと聞いてびっくりしました。また和歌山さんの眉間にシワを寄せた表情、それはもうみえさんそのものでした。ありがとうございます。その、はい、エンディングの曲をメガネゴーラウンド披露させていただいたんですけど、その前に導入お芝居みたいな、なんか演劇みたいな、藤近先生のツイッターでなんかレポみたいなの書かれてて、それを見て、あ、なんかすごい壮大なことやってる
君が落としたメガネはみたいな、ね、そうなんです、ね、あのそれがさってやったら、はい、2,3 分で終わる内容の、終わりますかね、ものだったんですけど、うんうん、アドリブにアドリブを重ねて、うん、やったっていう倍倍倍ぐらいの何をそんな喋ったんだ、気になる、なんか、うん、本当に私は巻き込んだ側のアドリブをぶち込んで巻き込んだ側の、確かに三重さんはね巻き込んでなんぼですから振り回してなんぼ、とにかく伊藤さんにご迷惑をおかけしたなっていうことだけ。僕は本番立って、あ、和歌山さんと大石さんが倍ぐらいやってんなーって思いながらなっげーなーって思いながら思ってたんだ、なげーなって思ってたんだ。でもそれが本番になって、その萎縮するんじゃなくて気持ちが乗ってるって最高だなって思ってました、うん、ありがとうございます。まだまだちょっとお手紙が、お便りがあるので紹介していいですか。ぜひぜひ。メガネーム400レベルハートペンライトさんからいただきました。ほうほう、あ、400レベルってことはあれですね、あの場所ですね、埼玉スーパーアリーナの400レベルにいた、いたハートの人、ハートペンライトの方、いやー、わかんない、なるほど、兄様最高でした、うん、伊藤さんと和歌山さんは本当に存在していました。え、私なんか妖精かなんかだと思われてたもん。大丈夫です、あの私も存在してるので。そうですね、あの2人います目の前に。安心しました。ちょっと心配になっちゃった、まさかの寸劇から始まり、現実世界で小村くんと三重さんの掛け合いが見られて感無量でした、最後にユニット名を言うところ、小村くんと三重さんと大石正義でしたのところがめちゃくちゃ可愛くて最後の最後まで最高でしたということでいただきました。続いて、メガネームヘケタンさんから、アニメロサマーライブ3日目の出演お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。自分はセンターステージの真横、伊藤さんが板側でしたので、すごい近い、めちゃ近い、最善でお三方のパフォーマンスを拝見でき、めちゃくちゃテンション上がりました、ありがとうございます。先行上映会の時は初めてでしたので控えめな応援でしたが、うん、今回はステージ上のお三方に合わせての、え、振りコピと全力コールで、マジっすか、誰よりもあの時間を、あの瞬間を楽しんだと言っても過言ではありません、うんうん、お二人とも何気に別なところで出番があったのでちょっと嬉しかったですね、ということで、まあ、そうですね、それもありましたけど、まずはね、近くでもう振りを、いや、すごい、コピーして、ね、意外とあの振り難しいですよね。そうなん、意外と振りが多いので細かくね、大変なんですよ、嬉しいっすね、嬉しいな、メガネーム月メガが大好物さん、美味しいね、気持ちのままだ、最高だ、兄様どのように登場するのかとワクワクしていたところ、まさかの寸劇でスタートし、とてもびっくりしました生で三重さんと小村くんのやり取りが見れたことに感動しましたし、翌日大石さんがご自身のラジオ番組で、大石さん登場後に恒例の帰れというヤジが巻き起こった時どうしますという空気感がお三方の間で流れていたりと、想定外のことを手探り乗り越えながらの、はい、やり取りだったと知り、早くも見返したい気持ちでいっぱいです、その後息の合った歌とダンスを生で見て一緒に踊ることができて本当に幸せでした。ありがとうございます。またマサメガをどこかで見れることができたら嬉しいです、本当にお疲れ様でした、いや、ありがとうございます。略すんですね。あ、そうなんです、マサメガって略すんですけど、うん、その日の出演者の方がこうバーって書かれている時とかあるんですよ、スラッシュでこうしたタイムスケジュールとか、ね、すごい長い名前が出てきたなって思うと、だいたい正義がメガネ忘れたって書いてある。 T シャツとかも、そうなんです、書くからめっちゃ長いやん、でも見つけやすくて、見つけやすい。そして大石さん、めっちゃ大石さんいろんなとこにいるって感じ、いや間違いない、ね、何個も出られてるから、そうなんだ、なんか順番で整列とかするんですけど、さすがにその時はその正義さんとは呼ばれなくて、はい、あ、じゃあメガネさんみたいな、メガネさんこちらです、メガネさんですみたいな、わかりみたいな、でもメガネさんって言われたら大石さん2回行っちゃいそうです、あ、メガネ、あ、メガネはメガネだから、ありましたね、メガネさん、曲が終わった後に
タイトルと、はい、あのグループ名をみんなで言ったんですけど、はい、グループ名を言うときに、うん、正義が眼鏡を忘れた小村くんと三重さんと大石正義っていうあのグループ名なんですよ正式にはそうなんです、そうなんです、だからみんなで、正義が眼鏡を忘れたって言った後に、私が、あの小村くんとって言って伊藤さんが三重さんよって言ってくださって、はい、大石さんは大石正義って言って確かに急ななんか現実感がすごいなんかキュンキュンおお現実二次元と三次元がね交差してますよね。大石さんも素敵なんですけど、そう二次元と三次元の融合がすごい。いやでも緊張はしましたか伊藤さんは。ステージに行くまでが緊張したんですけど、あ、そうですね、もう大石さんの、ね、ファンの方の帰れーとかでもうすごい落ち着いちゃって過去一なんか伸び伸びしちゃいました あったかかったですね。お決まりのそうなんですよ。ですね、スペシャルステージってあの、うん、動線がもう結構客席と客席の間をこう、はいはいはい、じゃちょっと最初寂しいというか、ね、そうですね、だからもう皆さんがもう見られてる間をこう通っていくのでなんかドキドキしますよね。そうですね、ついに本番だみたいな。確かにあっちは緊張感じがあっていやそれこそ和歌山さんはその、はい、先行上映会で、うんうんうん、ほぼその人前でダンスだったり歌が初めて、はいはい、で2回目が埼玉スーパーアリーナっていう、大きいよ、すごいじゃないですか本当に実際に立ったら、はい、緊張はどうでしたか。あ、緊張は全然してなくて、あ、強い、さすが不動のセンター。不動のセンターね。でもマサメガの皆さんおっしゃってくれるんですけど、いや本当に本当に不動ですよ。ミエさんセンターじゃなかったらどうなっちゃう。いや間違いないよ、大石さんになっちゃう。いやでもなんか、結構もう皆さんこう熱量を持ってこっちを見てくださってて、もうノリノリなのがすごい嬉しかったので、もうここは緊張より楽しんだ方がいいでしょうと思って、もうそっちにこう振ることができたかなと思う思う思う、うん、そうだ、はい。いやでもって、ね、兄様のお話にたくさんお付き合いいただきまして、全然聞けてよかったです。いやそんな感じでしたね。でもいっぱいお勉強させていただいた機会だったなと思いまして、それはいろんなアーティストさんを見てそうですね、あとは皆さんを拝見してっていうのもありますし、自分の姿を見て、やっぱ立ち方とか、まあ、いろいろ身振りとか、そういうところが本当にこう頑張ろうって思えた機会、姿勢が素晴らしいですよね。いや楽しかったです。ありがとうございました。やっとやってまいりました9話の話にぼんやり言ったり、そうだった、スキメガ全体の話をちょっとお伺いしていったりしましょうかね。お願いします。はい、お願いします。お願いします。でもまずはね、鈴木さんに来ていただいたってことは、遠山真帆ちゃんの話をちょっとお聞きしたいということで、はい、ねえ真帆ちゃんはアスカちゃんとはまたちょっと違って、なんだろうな、お母さん的立場というよりは、優しく見守る、確かにお姉さんみたいな、どの立ち位置なんですかね。なんかこうパッと見はすごくお姉さん、なんか誰よりもしっかり者というか俯瞰してる感じありますけど、でもすごいピュアなとこもあるじゃないですか、多分誰よりも、ね、純粋な部分もあって、そのバランスがまたたまらないというか、守りたくなるし守ってもらいたいしみたいな、絶妙ですよね。まさにこの9話の最後で出てきた、もう恋しちゃったんだよっていうアスカちゃんの姿を見て言ってる真帆ちゃんがめちゃめちゃピュアで可愛くて、可愛い、そこにそのキュンとするんだみたいなポイントがね、なんか初々しさが本当にこう、確かに恋してるの気づくのはね、鋭いというか、まさに女の子の感がね鋭いところではあるんですけど、いやそれが本当に可愛かった、もうあそこ大好きなんですけど、ね、とすごいタイミングで気づいた。はい、こっち行かなきゃ、頑張れ頑張れ和歌山、頑張れ。すごい好きだったんだよな、すごい好きだった、すごい好きだったんだよな。みんな何話そうか、何話そうか、忘れちゃった。でもあの最初ね、あの班決める前に3に分かれた小村くんの班3人、で、あの三重さんの班3人でこう話してる時も、やっぱり三重ちゃんのね、視線に気づいて2人とも一緒になりたいんでしょみたいな、言ってくれるとこが本当に可愛い友達だなって思うよね。なんかリアルでありそうな絶妙なとこをついてくるよね。本当に可愛らしい3人組で、本当
真帆ちゃん優しいなって思うんですけど、あ、後々真帆ちゃんあの、うんうん、特技が出てきますよね、このね、うんうん、あそうね、まだ言えないんですけど、そう、で特技が出てくるんですよ。本当にうまい具合にアシストしてくれるのが真帆ちゃんなんですよね。可愛いな、いい子や、ね、レイパートではね、うんうん、どなしの伊達メガネをしてきてしまった美恵さん、うんうん、なんで可愛、ね、いね、本当に本当にね、うん、で B パートではもう大事な時に伊達メガネしてきちゃってもうへこみにへこんでいる、うん、ね、ちょっとこう見てるの辛かった、大丈夫だよ、でも本人は辛いんだろうな、一番なんかすごいへこんでて、ね、胸痛む、小村くんのこともこうなんか、うん、なんだろう、大丈夫だって言い張りたいからこそちょっと突き放した言い方をしちゃったりなんかしちゃって、こうすれ違いが辛いとこではありましたけど、でもちゃんと美恵さんらしくあの天然なあの行動によってちゃんと小村くんが迎えに来てくれて、本音を言い合って仲直りみたいな、もうちょっと距離縮まりましたよね、美恵ちゃんと美恵さんと小村くんの距離が、こう矢印がずっと小村くんから美恵さんにウィーって向いてたのがちょっと美恵さんからもギュッと来て、手なんかね、もう重ねちゃって、ね、あーらららら、この気持ちはみたいな、なんか気づいちゃったんだよな、美恵さん。しかも今回美恵さんのモノローグめっちゃ多くなかったですか。そうなんです、モノローグが多かったです、珍しい、そう珍しいんです、うん、思わず突っ込んじゃいました、私それとバカだし、バカじゃないよバカじゃない、何言ってんの、才能の塊、そこそこ卑下しないで、確かにね、インパートで寝てる時にバカだし、バカじゃない、何を言うとるの、バカじゃない多分あの全視聴者が叫んだであろう、バカじゃない、バカじゃない、バカじゃない、いや、あれだけモノログしたの実はあの2話以降初めてかも、あの量ってことですね、はい、うん、確かに意外と心の中の声を言わないので、小村くんがね割とそれを担ってくれ思い溢れすぎて、思い溢れすぎて、ほんとそうなんですよ、まあでも9話の話はちょっとメールを読みながら振り返っていきましょうかね、うん、お願いします、いいよ、メガネームマリンスノーさんからいただきました、ありがとうございます、伊藤さん、若山さん、鈴木さん、こんばんは、こんばんは、エピソード9、好きなこと校外学習に行った、見ました、小村くんの優しさに甘えてしまう己の不甲斐なさへ、泣いてしまう美恵さんに胸が痛みましたが、間違いねえ、美恵さんの助けになれるのが嬉しいからと勇気を振り絞って伝える小村くんにグッときて、そうよくやった、胸がいっぱいになりました、グッジョブ、前日に現実の方で、技術館を訪れてから放送を見たので、リアルに訪れた後に放送を見たということで、より楽しめました、皆さんはスキメガの聖地で行ってみたいところはありますか。いやー、私2話のお買い物商店街、私も行きたい行きたい、どこにあるの、吉祥寺でございました、お買い物のところはね、デートにどうぞ皆様デートにデートにどうぞ、みえさんと小村くんに習ってなってください、ぜひぜひ、眼鏡して確かにね、なんか小村くんってなんか大事な一言言った後、キモいよな、キモかったよなってすごい自己反省まで早いっすよね、全然キモくないよ、絶対手の中綿棒で拭って残しておく方がキモいよそれに気づかないですからねキモいの基準がちょっと、ね、キモいの基準、ね、絶対あのいや今後出てくるからまだ言えないけど、いや間違いない、これね、あーねー、基本的にね、よしとする人いんのかな、いる、世の中は広いですからいるはいるんじゃないですか、優しいですね、優しいよ、じゃあまた次行きましょうか、どんどん読んできます、うん、メガネームフレームが可愛い伊達メガネさんからいただきましたそのままじゃねえか、9話9話だ、9話見ました、小村くんの優しさに甘えて迷惑をかける自分が嫌で泣いてしまった美恵さんに、美恵さんの助けになれるのが嬉しいと伝える小村くん、最高でした、美恵さんが毎日メガネを忘れてほしいと思う自分の嫌なところを、美恵さんに知られたくなかったはずなのに泣いてる美恵さんを慰めたくて伝えるところが小村くんらしくて好きです、小村くんの照れ顔を見て特別な意味で好きって顔だと分かって嬉しくなって、先生に日誌を渡すのも忘れて走り去っていく美恵さん、可愛かったです、可愛かった、いやもうあの一瞬でね、まず小村くんの好きを自覚する、うん、自分の好きを自覚する、うん、わー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 みたいな感じ、ごめんしちゃって、走り出す、泣いちゃったよね、ほんとアスカちゃんとマホちゃんのおかげでようやく恋に気づけました、美恵さんはよかった、この顔どこから見たことあるっつってね、特別な意味で好きってことなのっていう言葉がなかったら、うん、絶対気づいてないから、確かにそう、そうだね、いや本当言わないと、確かにマホちゃんウルトラファインプレーですよ、本当
ほーちゃんありがとう。本当にあれなかったら気づかないから一生なんか好きの基準がみえさんちょっと違うんですよね。確かに、うん、みんな好きってなっちゃいそう、はいはい、そうなんですよ。普通に仲いいとか、うん、なんかその仲良くしてて相手のことを好意的に思ってるが、うん、イコール好きって表現しちゃう子だから、うん、その恋愛的な意味で好きを捉えられてなかったのか、うん、枠が大きかったんですね。そうなんです、うん、捉えられちゃったよ。メガネーム月一コーナー A さんからいただきました。辛いね、痛いね。最近はねサプリで取れますからね、うんうん回を重ねるごとにどんどん語彙力が失われていきます。わかる、うん、9話でミエさんが小村くんに迷惑をかけたくないことを告げ、小村くんはミエさんの助けになれることが嬉しいとお互いの本音を伝え合うシーンはいろんなものが込み上げてきて目から汗が出ました。あ、うん、涙じゃないかな、それね。汗より涙の方が美しいと思うな、ね、私はね。しょっぱいね帰りのバスシーンではお手手を重ねる2人、ね、お手手って言ったからのラストのシーンではついにみえさんが小村くんの気持ちに気づいてしまったと感情の波が終わるの第9話でした、うん、確かに。いや10話はみえさんが小村くんを密室に連れ込んでいたりとワクワクな展開ですね文字だけ聞くとすごいよねこれね。確かにそうなんだけど、そういう書き方したらなんかいかまわしく思えるじゃん。ちょっとダメだよ、違うから、ね、違うから、まあ、確かにね、まあ、ちょっと10話の話はまあ来週するんで詳しく言わないですけど、はい、いやでもお手手を重ねる2人をエモかったですよね。寝てるかと思いきやのことですよね。今ね出してくださって、お手手ぽつりぽつりと話していたかと思えば、いやだって誰も見てないんだよ。お手手お手手、いやでもこれはちょっとほら後ろで寝てるんだよ。本当だ、おーちゃん寝てるんだよ。本当だ、分かってやってるんだ。みえさんで小村くんの顔をこう間近で見るっていうところがね、そのさ、あ、そのさだってごめんなさい。いいんですよ、それですよ。いいパートそれじゃない、それだよ、それだよ。いいパートね、最後の日誌を、うん、ね、はいはい、教員室に持っていこうと思ったみえさんは小村くんと鉢合わせして、うん、グッと顔を見るために顔を近づけて、いや、抱いたんだね。いや、本当だ、本当だ、本当ね、抱いたんだね、抱いたんだのよ、みえさんは。いや、すごいよ。ね、でもそれで、うん、最初はやっぱいつものことだから顔赤くとかなってないですよね、みえさんは。でもいつものこれってはっ、はすかちゃんと同じだってなった後、はっ、ってなって逃げてっちゃうっていう、なんちゅう子や、かわいいな、かわいいな。まあちょっと息が続かないですけど、どんどん言っていきましょう。メガネーム葵さんからいただきました。二人の関係性がかなり進むきっかけになる校外学習の回、みえさんの心配する小村くん、お父さんか小村くんの想像するみえさんのあわわわわが可愛すぎる、あれアドリブだよ。今回ゲストの鈴木みのりさん演じるまほちゃん&あすかちゃん&やさかくんたち、ナイスアシスト。いやー、それだそれだ、ほんとそれだ、うん、あとクラスメートにバレバレな二人の関係、知らないの関係はそう、しらしらしいなって言われてましたもんねじゃああれじゃない、手重ねてるのも本当は、いや、まほちゃんも隙間からスッて見てるああ重ねてやんの可能性大いにあり、素晴らしいな、見守ってんのか、うん、あとなんだ同じこと考えてるねのシーンのみえさんの嬉しそうな表情、うん、校外学習前夜のみえさんの嬉しそうな寝顔、ありがとうございます。メガネがその後の怒涛のシーンはみえさんの涙にもらい泣きしました。まほちゃんとの会話でようやく自分の気持ちに気づくみえさん、これからどうする、みえさんというかアニメどこまでやるの、過去、ね、単行本読破済みということで、それは気になりますね。どこまでやるかね、気になりますよね。そう、単行本はね、うん、結構進んで、そうですよね、進んで進んでいるからね。いやー、やさかくんもそう、ナイスアシストなのよ、うん、やさかくん、ほんとうまい具合にやさかくん、それなんか変なからかいはしてこないんだけど、ちょっとこう、なんか
なんかちゃちゃ入れつつアシストしてくれる矢坂くん。みんな大人だよね。めっちゃナイスアシストだよ。語尾に草ついてる時ありますもんね。本当ジラジラしいわって、まあ、みんな多分みんなの気持ち代弁してくれて、ね、言ってくれた感じをしますよね。視聴者みんなしらじらしいわってしらじらしいわそれなってなるっていうねところでしたね。そう意外とあの後ろでなんか書き文字になってるミエさんとか、はいはいはい、動かない、まあ、動くか動くけど、うん、あのなんかちっちゃいキャラになって等身が違うみたいな、はい、等身が違う、はいはいはい、イメージのミエさんは結構私が勝手に入れました。あわわわわとか、あ、はい、あわあわとか汗汗とかそういうの採用いただいてありがとうございます。ラストラストだぜ。メガネームワッキーさんからいただきました。伊藤さん、和歌山さん、こんにちは。そしてゲストの鈴木さん、ようこそ限界オタクの巣窟へ。かっこ笑い。どうもどうも。ほら困惑しちゃっただろ。そう、うん、ちょっと困惑した。みのりさんが困惑しちゃっただろ。あーちゃったよ。え、キューは見ました、うん、特に B パートは息をしていたかわからないくらい見入ってしまいました、うんうん、終盤にミエさんが小村くんから特別な好きであると気づいたところは、うん、ついに来たかーと心拍数が上がりっぱなしでした。いやちょっと待って、そのシーンの前に川戸さんと矢坂くんがそういう関係になったのと思わせるシーンはいつ、え、どこで。おそらく校外学習の中でかなと思いつつ、そっちも気になってしまいました。今回は2つの声が発展して動き出した、そんな感じもしてすごい心が温まる気持ちにもなりました。次の10話もうとっても楽しみですとのことで、そう矢坂くんとアスカちゃんはあのよろしくねみたいな最初の班一緒になった時の挨拶で隣、隣の席で、あそこでちょっともう若干匂わせ意識をしてちょっとみたいな、若干そうなんかもう伏線があそこで張られてて、自己紹介してる時だね。そうなんですよ、分かる人には分かってしまう、恋してやんのっていう感じのみたいな、恋してるアスカちゃんの顔めちゃめちゃ可愛い、乙女可愛いよね。変身するためにね、ちょっと変身してくるで一人になるのね、本気度感じますよね。もごもごして喋ってるのが可愛いなと思って、本当2つの声が進んだって思うとかなり大きく動いた回でしたね。キュアね、青春だな、すごい眩しいよ、うん、またほら敬語だったってあかもしれない。頑張れ、頑張れ。でもさ、無理だよ。頑張んなって。じゃあちょっとずつほら縮めていくものだから、人間関係はさ。じゃあまた何かで呼んでもらわないと。また戻っちゃうよ多分。和歌山さんは絶対あの律儀な方なんで、はい、あのラジオ終わった瞬間に。敬語じゃなくてタメ口ですいませんでしたみたいな、なんで本当申し訳ないって絶対言うと思うんですよ。なんでやめて、あのだからね、もうそれをもう僕は阻止したい。違うじゃん、それは違うじゃん。殴られてる、伊藤さん。エアぶん殴る、なんで同い年じゃんかよ。でも好きな相手にその敬語をね取っ払うの苦手だから分かるんですけど、本当にオタクの鏡みたいな。確か私もその、ね、めっちゃファンだったら敬語取れないかもしれない。頑張れ、そう、不動のセンター。でも逆に今もう認めてもらえたってことはもうじゃあね、それうちだよ。シャドーボクシングみたいな、受け止めますそのパンチ。ありがとう、ありがとう。じゃあなんて呼んだらいいですか、ここですごいなんかいい時間、え、みのりちゃんとか、わあ、なんて呼んだらいい、え、これなんて呼んだ、シオンヌ、シオンヌって呼んでください。シオンヌ、シオンヌ、わー嬉しそう、和歌山さんが嬉しそう。はい、ということで、みのりちゃんと共にお届けしました。感想ですが、うん、15はね、うん、好きな子にお願いされた、ね、好きな子にお願いされた、何お願いされたのって話ですよ。まああの、まあ、ちょっとさっきちらっとお便りでも書かれてましたけど、はい、まあ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 ね、まあ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 、大事件、大事件、いつも通り大事件、そう、いつも通り大事件なんです、大事件。そう、いろんな方が活躍をして、近すぎてね、またね、あらー、
予告を見ています。いやということでね、来週もまたもう今回で限界突破したんじゃないかなってドキドキしたじゃないですか、はい、もっとまだいきますか。どうなっちゃう、ま、私の心もう心臓バクバクですよ。楽しみにしていてください。好きな子がメガネを忘れたけど感想を忘れなかったでした。メガネの話、毎週さまざまなメガネにまつわる話を紹介しています、今回はですね、メガネで世界が変わった話ということで皆さんに募集をしているんですが、はい、そうですね、ラジオ始まる前にちらっと鈴木さんに、はい、メガネプライベートではかけてらっしゃるって。めっちゃかけてます。普段はコンタクトで、はい、コンタクトでお家はもうコンタクト取ったらずっとメガネで。結構歴も長いですか。長いです。多分メガネ歴はですね、なんかプロみたい、メガネプロみたいな。小学校の 5,6 年生ぐらいから授業ではかけ始めて、中学生でコンタクトデビューをしみたいな感じでした。小学生中学生だと思うとメガネの本数も結構いきそうですよね今まで。でも意外とちゃんと丁寧に使って、物大事にされて入るかなぐらいです。小学生の入れてるんですか。そうなんですけど、そうですね、すごい、意外と大丈夫、すごい、すげー、物持ちがいい。いやでもやっぱりなんでしょうね、学生時代はミエさんみたいなちょっと赤っぽい縁のメガネにめちゃくちゃ憧れて、でも似合わなくて、私はなんかこれ似合う子絶対可愛いっていうか。似合うよ。あ、自爆されちゃった。似合うよって言って顔抑えられてしまった、消えてしまった。めっちゃ面白がってるよ。微笑ましくて、伊藤さんめっちゃ可愛かったって面白がってるよ。微笑ましくて、なんかこっちまで嬉しくなっちゃう。中学生の時なんかコンタクトするのめっちゃ憧れだった、憧れだった。でも怖かった最初は、なんかやっぱり勇気が。スムーズにいけるもんですか。もう鏡なしで片手とかでヒュッて入れれるようになって、すごい。でも最初はなんかもうハハハハってなりながら、眼科のお姉さんとかに頑張れ頑張れとかって言われてやってた記憶がある。運動とかやるとやっぱメガネだとなかなか、なんかバンドつければいけるんだけど、ゴーグルみたいになるやつですかね。あ、そうですそうですそうです。だけどなかなかやっぱり慣れないと大変なんで、コンタクトの方が、スポーツは。でも普段はやっぱメガネの方が便利というか。そうなんだ。なんか目には優しいというか。それはドライアイにはならないので。確かに確かに。ちなみに、はい、鈴木さんの誕生日、はい、10月1日、はい、申し子ですよということで。メガネの申し子です。メガネの申し子なんです。そうなんですよね、10月1日がそのもうメガネの形になってるので、メガネの日なんですって。何何何、すごい。10月1日は、はい、日本メガネ関連団体協議会を設立した日。それが平成9年1997年に制定されて。そうです、1997は私たちの生まれ年なので。生まれた日に、もう完全なメガネの申し子。申し子だ。じゃあ私がメガネです。メガネの申し子だ。マイネーズグラスイズだ。すごい、すごい。みえさん、私をかけたまえ。こんなことあるんだ。こんなも運命だ。運命ですね。すごい。じゃもうちょっとメガネ押してきます私。押してきましょう。メガネ美味しい、メガネ、ね、メガネに愛された女ぐらいで。その名前で。叫んじゃってる。ちゃちゃちゃって。いやすごいですね。盛り上がりましたね。ねこれはスキメガきっかけにぜひぜひメガネをね押していただければと思うんです。そうそう。メガネで世界が変わった話の人たちのハードルがどんどん上がってる。いや、ね、ちょっと超えられないよ。簡単にはこんな運命的な話あるっていう。いや、うん、ちょっと行ってみますか。じゃあましょう。ありがとうございます。メガネーム七星メガネさんからいただきました。メガネをかけて世界が変わったことといえば、ある時を境に見えなくなってしまった星空が、ああ綺麗に見えた瞬間です。あ、なるほどね。なんて素敵なロマンチ。よく見てんだな。なんとなくあの星座かなと思ってたのがはっきり見えて、その周りにたくさんの星があって、あ、世界は空でつながってんだなとか、あ言っちゃって。ロマンチック。
チックはどこかで聞いたようなセリフをつぶやきながらずっと星空を見てしまいましたと。そんだけ感動的だったんですね、透けた瞬間が。確かに空がめちゃくちゃ綺麗な時ってそういうことなんか言いたくなっちゃう気持ちになる、なります。いやいいですね、星空か。もう何年見てないからちょっとしっかり見たいですね。あのまじまじとそのために時間作ってみたいな、はいはいはい、いやいいな。続いてメガネーム卵カステラさん。ん？カステラってそもそも卵使う？使うと思います。多分カステラカステラってことですか？ダブルで重ねてきた。卵カステラ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 卵カステラってあるのかな。今日からカステラカステラさんにしましょう。そんな、カステラカステラさんからいただいたのはこちらです。解明したじゃない。勝手に解明。意思もなく、こだわりがあったかもしれない。意思無視で。すいません。こんなに物の輪郭ってくっきりしてたんだでした。なるほどね。そうかそうか。特に感動したのは髪の毛のツヤでした、うん、おそうなんだ。ツヤか。クラスに髪の毛が綺麗で評判な子の髪の毛のツヤがくっきり見えてなんか感動しました、その時心の中で漏らした言葉、はい、わディティールだ。ちょっと受け狙いに行っただろう、ね、ちょっと受け狙いに行っただろう。カステラカステラが欲しがった。いやでもそんな、でもあのメガネの話と全然違うんですけど、クラスに髪の毛が綺麗って評判な子とかいる？いなかった。すごいですね。まあ、みんな綺麗なんだろうけど。でもカステラカステラさんどうなんですかね。なんか女性の方なのかな。なんかだ男性にまで伝わる評判だったら相当すごい評判。とか自分が後ろの席にいて前の人でめっちゃ黒板見るたびに輝いてたのかもしれない。ここの輪が、ここのディティールがすごかった。天使の輪と呼ばれる子の艶が、艶が、艶が、艶がすごい。ディティールだ。髪の毛の艶欲しいっすね。欲しいね。真逆だもんな。どうしたんですか。大丈夫なんですよ。ここにこんなのいるから。いや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 、お互い何を言ってる。天使の輪いくつあるって感じだから僕。あ、クレントなんだ。ミニマムな天使の輪。確かに可愛い。天使ですよ。天使の輪がいっぱいあったら。ありがとうございます。これ俺？メガネームメガネテンパさんからいただきました。あれ？送られました。知らぬ間に送ってたかな。自分で採用しちゃった。確かに。送って自分で採用した。ちょ、言ってみますね、はい。世界が変わったことで言うと、メガネをかけた人やメガネキャラがより好きになったのは、うん、自分がメガネをかけるようになってからのような気がします。なるほどね、うん、関心が増えたんですねやっぱり。あーそうかそうか。人がかけているメガネによく気づくようにもなりました。メガネを買い替えたとか、昨日のメガネと違うとか、敏感になりました。あ、なるほどね。メガネをかけた自分を好きになることはないですけどね。あ、ないんかい。なんで？好きになろうよ。自信を持って好きになろうよ。でもこれなんかありますよね。あのよく言いません、その自分が好きな、うんうん、あの関心のあるものをよくあの街中で見かけるようになったとか、うん、なんか名前ついてますよね。なんか現象の名前が。そうですそうです。それがメガネテンパさんの場合は自分のこと言ってるみたいだけど、そのメガネのことっていう。確かにな。そう言われるとこの東京の上の方にある看板とか、うん、その時の関心事によってこう目に入ってくるもの、はいはいはい、確かに。あ、そうなんですか。アイドルちゃんだったりとか、お洋服だったりとか、確かにドラマだったりとか、確かに女優さんもそうだし、たくさんあるもんな。そういう風にできてんのかなって看板で見ました。確かにメガネ毎日ずっとつけてる人は日によって違いますもんね。スタッフさんとかも割とあれ、今日なんか違いますねみたいな、はい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 、結構そういうのあるんで、印象変わって、それこそ買い替えたとかありますよね。ねえ、へえ、いいな。確かに敏感になるかも。ありがとうございます。続いてラストです。はい、ラスト。メガネームシーマさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最近車の免許を取り運転をするようになったのですが、いいですね。太陽が眩しすぎる、目がチカチカする、となりフリップアップサングラスを買いました。なんすかなんすか。フリップアップサングラス、か
片手で上げ下げできるので、あ、まさしくこれだ。これですね。はいはいはい。レンズがね、2枚こう重なってるやつかな。サングラス部分がこう上げられる。上げられる。あーなま。あ、一緒だ。トンネルなどで急に暗くなってもすぐに切り替えられるので、このメガネで本当に世界が変わりました。これめちゃくちゃわかる。そうなんですか。これ。しかもフリップアップサングラスって言うんだね、名前ありがとう、うん、シーマさん。確かにこれ便利っすよ。どういう時に感じますか、便利さを。まさしくシーマさんと一緒で、あーってなった時に、はいはい、ドツキのサングラスとはまた違う良さがあって、うん、すぐ上げれるってめっちゃいいっすよね。今結構どこでも買えますもんね。確かに見かけますね。そうなんだ、うん、流行ってんのかな。また便利なんでしょうね、めちゃくちゃ運転する方からしたら。確かに運転する方はね、片手でサングラスをかけられたらめちゃめちゃ楽ですよね。めっちゃ日差し強い日になんかトンネル入っては出てはの繰り返しでそれつけてた。確かにちょっとあーってなるかもしれない。確かに顔でしたりするとね、トンネルくぐりがちな気がしますもんね、高速道路とか。そうですね。いや、いいな、なんかほっこりしたな、みんなの世界が変わった話。いやということでですね、はい、このメガネの話も10回、になるんですが、めでたい。次回はテーマをなくします。お、ただし、ただしメガネにまつわる。もうそこは米印で書かせてくださいよ。何でもいい、メガネ以外のテーマを送ってきたら面白すぎですから。なんだろう、逆に今日は暑くてみたいな。確かに。というのもね、いろんなテーマを募集してたんですけど、もう、はい、そのテーマじゃないメールを送ってくださってる方も中にいらしてですね、はい、そんなメールもご紹介しつつ、もうメガネこれ我こそはっていう方はぜひぜひ、はい、送ってきていただければと思います、うん、そうですね。今までもしかしたら、はい、あったテーマでも、うん、紹介できなかった方のも紹介できるかもしれませんので、チャンスですね、はい、楽しみにしておいてくだされ、うん、はい、ありがとうございます。メガネの話でした。お別れの時間が近づいてきたところで、今回も皆さんのおメガネにきっとかなうお知らせをしていきます。鈴木さんもこちら、お付き合いお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。では早速参りましょう。オープニング主題歌ネームを収録したつづりさんのメジャーファースト CD シングルがリリースされております。はい、こちらつづり限定版とアニメ通常版の2種類がございます。ぜひ CD 特設サイトをチェックしてみてください。お願いします。そしてスペシャルユニットまさよしがメガネを忘れたが歌唱するエンディング主題歌メガネゴーランド CD シングルもリリースされております。私たちが歌うオープニング主題歌ネームも収録されておりまして、通常版と初回限定版でジャケットも違います。違います。初回限定版特典は特別ショート漫画正義がメガネを忘れたが付属されておりますので、こちらもぜひ CD 特設サイトをチェックしてみてください。はい、続いてスキメガラジオの BGM にもなっているテレビアニメ好きな子がメガネを忘れたオリジナルサウンドトラック、今月になりました9月20日に発売されます。テレビアニメと連動した先行配信も毎週2曲ずつされていますが、第8話からはミエさんの涙胸が痛くなっちゃうよ。そして、深海探査艇の2曲が先行配信となります。スキメガの音楽を集約したスキメガミュージックチャンネルも YouTube にオープンしておりますので、詳しくは概要欄をご覧ください。はい、好きな子がメガネを忘れたのブルーレイ全3巻が好評予約受付中です。ブルーレイ限定のショートエピソードや藤近小梅先生書き下ろしショート漫画が収録された特製ブックレット、イベント優先申し込みチケットなど豪華特典が満載となっています。店舗別購入特典も公式サイトで公開されていますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。仲間の楽しいを応援するゲームセンターザ・サードプラネットでは現在アニメ放送記念コラボキャンペーンを実施中です。系列店舗のカウンターでスタッフさんに合言葉メガネを伝えるともうちょっと優しくメガネ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 店員さんびっくりしちゃうね。ちょっと人としての話になりますよね。スタッフさんに合言葉メガネを伝えると素敵なグッズをプレゼントしております。はい、また SNS も間もなく実施予定でございます。ぜひお近くのサードプラネットへお越しください。はい、遊びと癒しの自由な空間スペースクリエイト自由空間ではタイアップキャンペーンを開催中です。店舗に行くとステッカーがもらえるキャンペーンや好きな子がメガネを忘れたの特別コーナーも展開中。ぜひお近くの自由空間へお越しください。
最高の音質とライブ感を展開するライブダムでは、皆様が担当されているエンディング主題歌メガネゴーラウンドがアニメ映像付きで歌えます。ぜひお近くのカラオケダムで歌ってみてください。お願いします。あ、そうだ、見ました映像、あのダム の, あのコメント、あ、二人がいる、可愛いって見ました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、では失礼しました。もうすごい、映像でしか多分わからない、この声だけ聞いてもわからない、ね、この何かの空間で、このでも毎回ね、あの和歌山さんが頭抱えながらね、顔を隠しながら、あ、これみんなに見せたいよ。やめなくていいんだよ、ちゃんと喋ります。最高だよ、マジ。はい、8月31日に実施したアットロッピーと HMV&BOOKS の限定グッズ紹介生配信について、10月2日までアーカイブ配信となりまする、見逃してしまった人は YouTube アンドランドチャンネル上でぜひチェックしてみてください。お願いします。ボーリング、アミューズメント、カラオケ、スポッチャなどを中心とした、地域密着の室内型複合レジャー施設ラウンドワンでは、テレビアニメ好きな子がメガネを忘れたでのコラボレーションキャンペーンを開催中です。期間中カラオケやボーリングなどのコラボパックや限定のコラボグッズなども登場、ぜひお近くのラウンドワンへお越しください。そしてですよ、アニメコラボ腕時計専門の公式通販ショップブルーブルー東京より、ミエアイ制服モデルとミエアイ私服モデルが予約販売中でございます。コンセプトはミエさんがつけているノーブランドの腕時計で、メガネがなくても誤認しない、ロゴも何もないシンプルなデザインです。はい、裏蓋はですね、それぞれミエさんの制服姿と私服姿が施されたシリアルナンバー入りで、ミエさんにちなんだ世界限定ミエ本30、あー、そういうこと、30本の超希少な腕時計となっております。すご、どちらの商品もミエさんの姿が施された好きな子がメガネを忘れた特製スリーブでお届けいたします。ということで、今日現物がございますよ。いいんですか、じゃあこっちはどっちだろうな、こっちはどっちですか。じゃあちょっと今2種類ありまして、じゃあここ小倉くんも、はい、2人で、和歌山が、まあ、今見せていただいてるのは私服の方。お、あ、ネイビーっぽいのがじゃあ、はい、私服なんですね。そうですね、ベルトのところがネイビーなのが私服でして、うん、いや後ろにね、私服姿のミエさんが施されているんですけど、あの誤認しないようにっていう優しさのね、デザインですけど、うんうん、まあ何でも合うし、いや本当にね、すごい、なんか普段つけてって、うん、はいはい、すごくなんだ、どんな服装にも合いますし、うん、お仕事とかにつけていっていただいても違和感ない、はい、デザインになってるんですけど、裏には本当に綺麗にこう刻印された三重さんの姿が、その隠しているのもいいですね、見ることができますしね。あとそう、専用スリーブがね、あ、何ですか何ですか、あらま、あの部屋着の三重さんが書いてある、あらま、あらま、あなんですよ。いやー、これはもうたまらないですね。すごいっすよね、30って30本ですよ。これを聞いてる時には今どうなってるかわからないから、そうですね、急いで、はい、以上、お知らせは以上ですかね。はい、以上です、はい、ということで、メガラジ第9回いかがでしたでしょうか、ということで、みのりちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。あの、いかがでしたか。もうちょっと仲良くなりたいなって、なりたい。照れてます。今日すごいさ、なんかドキドキしちゃって全然言葉が出てこない。なんで、よく喋っていたよ。それもそれでどうなの、なんでいいんだよ、いいんだよ、素敵なとこなんだよ。いや、本当なんかこうやって対面でお顔をちょっと見ながら喋ってる。急に現実を受け入れられない脳みそがでございますけれども、もうまた呼んでほしいに尽きるんですが、どうしたらいいんでしょう。声を大にして私たちも言って、いや間違いないです、うん、また来ていただきたいです。あ、すごい、スタッフさんの方に、ぜひ、目力と言葉の圧。10話以降も真帆ちゃんはいっぱい出てきて、ぜひぜひ、本当に、あの、うん、素敵なアシストをしてくれるので、間違いない、いい子なので、
見守ってください。ぜひよろしくお願いします。ね、そんな第10回は来週9月11日月曜更新でございます。はい、はい、このラジオはね、メールは水曜日中でお願いいたしますよ。はい、そんな第10回ってね、ラジオのことですよ、ごめんなさい。みんなびっくりしたよね。あのラジオの第10回は9月11日月曜更新でございますので、はい、メールはね、本編見て、うん、その後、はい、次の日10までに送るんだ。送れ、すぐに送ってください。はい、頼む。でアニメは東京 MX で毎週火曜23時から、うん、MBS は毎週火曜26時半から、 ATX は毎週水曜21時から、 BS 朝日は毎週金曜23時から放送中でございます。そしてもちろん配信もいろんなところで配信してますので、うん、見逃しちゃっても何度見たくてもぜひ見てください。お願いします。ということで、これで締めのコーナーです。メガネで言いたい一言。メガネのキャラが言いそうな一言を、メガネをかけながら言ってみたい一言をご紹介していきます。メールをご紹介する前に一つ、以前ご紹介したハマチさん、おメール送ってくださいましたね。新作ボツです。あじぃ、ね、自信作って書いてやったのに。いや、あのでも送ってくれたことはすごく嬉しいので、うん、ぜひ今後ともよろしくお願いします。送ってください。では早速いきましょう。はい、じゃあ最初は伊藤さんにお任せしましょう。おお、どんなメガネーム丸メガネ大好きさんからいただきました。どうぞお願いいたします。伊藤さん、目がしょぼしょぼしてる。そう、目がしょぼしょぼしている。ああ、これ伊達メガネだよ。特注で作ってもらったんだ。これがないと見えすぎるからね。いる、こういうキャラ知ってますよ。いますか。見えすぎちゃうからかけて。見えすぎちゃうから、ね、見えすぎ、あ、まさしくそうです。あの目に特殊能力がある系のキャラで、伊達メガネで能力を抑えると。いる。わ、まあ、かるわかる、すごくわかる。このコーナー異能系多いですね。異能力系。あ、でも確かに確かに。メガネイコールそういうなんかあるのかな、イメージが、ね、確かに多いかも。メガネって本当いろんなキャラがいるんだなってコーナーを通して。確かに。あー、なるほど。ふむ。楽しそう。あー、ラストなんですけど。何の笑みだ。じゃあちょっと私が選ばせていただきます。お、じゃあこれは、はい、あ、メガネームケントさんからいただいたんですけど、はい、みなりちゃんにお願いします。なんだろう、お願いいたします。なんだこれは。毎回このコーナーは人を悩ませる。悩ませていく。これどういうこと。これ一連の流れなのかね。多分。なるほどね。このやつだと思います。目が悪いのかって。これ伊達メガネなんだ。あ、そうだ、ちょっとじっとしてて。はい、関節メガネなんちゃって。はい、だー。怖い。関節メガネだって。関節メガネって新しい。初めて聞いたよ。でも確かにありそう。たびたびあれなんですよね、メガネで一言ってこうな、距離縮めるためのなんかナンパ術みたいなやつを送ってくる人いますよね。ナンパ術。確かに。ちょっと触ってみないみたいな。確かに。確かに。いや、もうマジ最高です。手の大きさ測るやつみたいな。確かに。ちょっと見てやつですよね。実はそのラスト2ついただいてて。はい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 。どうしたんですか。ラスト2個いただいてて、どちらかいい方を選んでみのりちゃんに差し出してくださいと言われていたんですね。でそしたら今構成作家さんからのカンペで、じゃあ選ばなかった方を和歌山さんで締めましょう。いやでも嬉しいですよ、絶対送ってくださった方は。よし、うん、やるぜ。ほうちょっとあ、メガネームドツキカラーレンズが欲しいさんからいただいたんですけど、今日はごめんにしといてやるでやす。あ、兄貴に待つでやす。ザじゃん。わかりやすいの来たね、ここでね。
振り幅すごい。本当本当振り幅振り幅。でもこれを差し出す勇気はなかったやるよ全然正しいよ、まあ、ただ単に私の好みっていうあれ、これが聞きたかったただただっていうあれなんですけど、あ、ぐるぐるメガネのちっこい腰巾着キャラが、いやめちゃくちゃ強い兄貴と一緒に主人公たちにちょっかいを出しやられ去っていく時のセリフです、はい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 、ということでね。いやでもこれでも言葉でもだいぶ想像できる、想像膨らませられるあのセリフですでしたね。いいはい、また来週。また来週。